上東遺跡は、岡山県倉敷市場東にある、弥生時代後期から、古墳時代前期を中心とする、集落遺跡。倉敷市東部の足森川西岸にある、弥生時代から、古墳時代を中心に、自然被災上に営まれた、集落遺跡。日々国の中核的地域を担っていたとされる、縦穴式住居のほか、聖炎路、鳩場城以降などが発見されている。 9608個の頭角のほか、多数の土工や土器、木製品が当時の川口近くに設けられていた鳩場城以降の船だまりを形作る特定の南側から出土している。この鳩場城以降は地表下70センチメートルで発見され、幅は14.5メートルから4メートル、少なくとも長さは45メートルほど、高さは2メートルほどになる。粘土と砂と また、当時最新の技術である色素田を用いて築かれている。出土した土器は、発達した頸部に太い乗船分をヘラ下きした壺と、大型機台によって構成されているという特徴を持ち、上等式と呼ばれている。また、公開安全祈願祭を行った際の土器も含まれていると考えられており、出土した土器の中には、絵画分土器があった。このように、 ハトバ城以降は古代キビ国の港湾施設の一部として重要な位置を占めていたと考えられている。ハトバ城以降の発見は一四国であったとされている春の辻石に続き国内二例目の発見である。上東地域では昭和20年代の田畑の地下げ等の際に多数の土器が出土していた。この頃から出土される土器がその特徴をもとに 上等式と呼ばれるようになったとされている。その後、昭和40年代から50年代にかけて、山陽新幹線や、それに伴う都市計画道路の建設に伴う発掘調査で、さらに具体像が明らかになった。その後、平成に入り、主要地方道を美の島高松線の建設に伴う発掘調査を開始。さらに、弥生時代の土器看護群や古墳時代の水田などの 以降、弥生時代の人間の顔が表現された、奮銅型土製品、数の製の果玉、漆入りの土器などの遺物、河原家質疑の中から分け腕ある葉も発見された。この遺跡で出土した頭角は、水辺の祭祀に使用されたと考えられ、この習俗は中国からの影響が指摘されている。一つの遺構から出土した数としては、全国でも群を抜いて多い。 この東角は、薪目遺跡でも、約2800個出土されている。このことから、古くから岡山は、桃とのつながりが深く、後の桃太郎の伝説にもつながったとする考えもある。9606個とするものもある。ABCD、上等遺跡旅岡から、旅岡山、木々の国。旅、岡から、旅岡山、木々の国。 2019年12月31日閲覧らん。上等遺跡岡山県ホームページ。岡山県。2019年12月31日閲覧らん。上等遺跡とは言葉んく。言葉んく。2019年12月31日閲覧12,8611上等遺跡。PDF。全国遺跡報告総覧2019年12月31日へつ 上等遺跡出土の桃の種、岡山観光コンベンション協会、岡山観光ネット、2019年12月31日閲覧、ありがとうございます。